平野紫耀の歯ブラシが引き起こす大騒動。ファンの好奇心が爆発。歯ブラシが在庫切れですかファンの熱狂は偶然ではないピンクの歯ブラシってご存知ですか最近ミックンのインスタグラムで話題になったこの歯ブラシ。彼は楽屋での写真を投稿し、ショーの前に楽屋で遊ぼう、ゴーと最高だよ、みんな大好きだよとコメントしていたので、多くのファンが興味を持ってコメントを残していましたが、彼らの注意を引いたある特定の点。 ナンバー、愛の平野紫耀さんのピンクの歯ブラシです。なぜ彼は歯を磨きながら写真を撮るために飛び出したのでしょうかその歯ブラシは可愛いから彼のお気に入りですかそれとも別の理由があるのでしょうかこの質問は多くの人を魅了しました。実はこの歯ブラシ、彼だけが使っているだけでなく、なぜか注目を集めているのです。その理由は、ファンも彼の歯ブラシに気づいたからです。 彼のファンはインスタグラムで彼の歯ブラシの色やブランドを指摘し、賞賛した。この歯ブラシに関する話題は尽きず、他のファンも彼の歯ブラシについてコメントしています。ピンクの歯ブラシそして明日には店頭から消えるのかなピンクの歯ブラシもルイボスティみたいに世の中に隠れてバカ売れしてるそれはありえるんだねなどのコメントが寄せられていた。超クレイジー。歯ブラシを追加しました。 翔くんかわいい、余歯ブラシ最高翔くんかわいいなどのコメントも見られる。これは歯ブラシに限った話ではありません。このテーマは、ファンコミュニティの団結とアイドルに対する熱意を反映しています。彼らは彼の日常生活の一部に興味を持ち、それを楽しみました。しかし、歯ブラシの話はさらに続きます。彼のファンは彼の歯ブラシを特定し、同じものを購入することを計画しています。 この歯ブラシ、よく薬局で在庫切れになってるみたいです。買わなきゃ、同じです。歯ブラシまでわかるなんて尊敬します。あはは、早速検索してくれてありがとう。きっと、アクアフレッシュよく売れる、ピンクです歯ブラシが、翔くんに似てるこの歯ブラシ安買わなきゃ、売り切れちゃうアクアフレしかいます。とコメントした人もいた。これらのコメントから、ファンは彼の人生に興味を持ち、彼に同情しようとします。 彼らは歯ブラシを通して彼に手を差し伸べ、彼の一部になろうとします。ただし、このトピックには興味深い側面もあります。なぜ彼の歯ブラシが注目を集めたのかこれは単なる偶然でしょうかそれとも別の理由があるのでしょうかなぜ彼のファンにとって歯ブラシが重要なのかまたその背後にある意味は何なのでしょうかまた、彼の歯ブラシの色とブランドはファンにどのような影響を与えますかなぜ同じ歯ブラシを買うのでしょうか このテーマは、偶像崇拝とそのコミュニティの力を示すだけでなく、消費文化やアイデンティティ形成について考えさせる要素も含んでいます。ピンクの歯ブラシは単なる歯ブラシではないので、ファンがどのように彼とつながり、彼をサポートしているかが簡単にわかります。彼らはファンであるだけでなく、彼の人生の一部でもあり、彼の日常生活に興味を持ち、それを共有しています。 このテーマは彼のファン層にとって非常に特別なものであり、彼らが彼と共に成長し、彼をサポートしようとしていることを示しています。そしてそれは彼らの間に生まれました。